はい、どうも皆さん、こんばんは、福くんです。さあ、本日もラジオやっていきたいと思います。僕ですね、最近映画のね、コナンを見に行ったんですけども、なんかすごい今回の作品はすごいなんかいいっていうか、なんだ、興行収入っていうの、結構ヒットが入って、ガッポガッポっていうか、まあそういう、感じらしくて、まあコナンはね、毎回見に行ってるので、あ、でも一回だけ見に行ってないな。なんだっけかな。12人のストライカーズとかっていうサッカー系のやつかな。あれだけは見に行ってないんですけど、その他はね、僕が生まれてから、多分、生まれてからじゃねえな。生まれてからずっと見に行ってたらすげえな。1歳とかの頃から見に行ってたらすごいわ。うん。多分ほとんど見に行ってるんじゃないかなって思うんですけど、今回の紅のなんとか題名ちゃんと分かってないんだけど、京都だね、服部平次とかね、よく出てくる、よくじゃねえや、服部平次が出てくる感じの京都が舞台になったものなんですけども、まあ面白かったんですけど、なんだろうな、なんかね、こう年々面白くなくなっていってるっていうか、コナンがね、コナンの映画がなんかね、物足りないっていうか、周りはね、面白かったって言うんですけど、僕だけなんかね、なんか物足りないなっていうのがあるんですよね。僕なりにね、なんでなのかなって考えたんですけど、やっぱりね、心がこう大人になってきて、こうね、昔みたいに楽しめなくなったんじゃないかみたいな、そういうこともね、考えたりしたんですけど、まあ多分それが理由なのかなっていう。あとね、ワンピースとか、ワンピースのあのフィルム系、ワンピースフィルムかな、あの、なんだろう、一番最初のなんだっけ、ストロングワールドと、あと、Z で、ゴールドか、最近のやつ。あのね、フィルム Z はね、僕、なんかなっていう、なんか物足りないなっていう感じがしたんですよね。なんだろう、あの、クライマックスのところ。ストロングワールドはね、あの、クライマックスのところすごいなんか盛り上がって、お前なんかねーって、海も仲間も渡すかって、あそこ大好きで、ストロングワールドを見てから僕、ワンピースの漫画を読み始めたっていうか、買うようになった。まあ、そっから、僕ね、漫画を買うようになったんですよ。いろんな漫画をね。なので、それくらい影響受けた映画なので、まあ、その他の続編っていうか、期待してたんですけども、まあ、フィルム Z はちょっとなって思ったんですけど、まあ、ゴールドの方、まあ、ゴールドはフィルム Z よりはいいかなっていう感じで、やっぱね、こう、昔の心をね、取り戻したいっていう。素直に楽しめるっていうか、いや、素直に楽しめてると思うんだけど、無意識のうちに、こうなんだろうな、なんかなってるんじゃないかなって、思ってます。年取ると本当に大変だなと大変だなって思いました。はい。ということで、今日はこんな感じで終わりにしようと思います。はい、じゃあ、ふがくんでした。バイバイ。